こんにちは、ケイエンジェルです。5月も半ばとなろうとしています。お元気ですか？コロナのパンデミック、今年の3月ぐらいから始まってパンデミックとなって数ヶ月が経ちました。世界各地で少しずつ状況は変わってきています。でも世界中が影響を受けたこのパンデミック、ロックダウン、全ての国がロックダウンされたわけではありませんでしたが、私の住むアメリカもロックダウン、一時は全米でされていて、そして次々に解除されていっているところです。ジョージア州はほとんど完全とは言えませんが、母の日、5月になって母の日の前日あたりからいろいろなストア、お店が開いたり、またその週あたりからレストラン、バーなどが次々に開いて、営業を再開したりしていました。それまではパンデミックのロックダウンがされている時には必要最低限の食料品を買いに行く、車の修理をしなければいけない、お家の修理をしなければいけないなどといった、そのように必要なビジネス、ホームディポなどホームセンターなどのビジネスやグロッサリーストア、スーパーマーケット以外は全てのビジネスが一旦中断しなければいけないという、3月の初めあたり、3月ぐらいだったと思います。そしてほぼ2ヶ月が過ぎた今、何事もなかったようにロックダウンが解除され、そして公園、大きな人の集まる公園などはたくさんの人々がにぎわっていたりする光景が、インターネットの写真などで、私もテレビは見なくてもインターネットのニュースなどでちらほらと、また友達、家族たちの口から聞いたりしています。アイスクリームの車の音が今、私が撮影している時に外を走っていて、子供たちが、この音楽聞こえないかもしれませんが、音楽が聞こえると、アイスクリームだ、アイスクリームが欲しい、アイスクリームを買おうと言って、その車を探して走っていくような光景が公園などで見られますが、私は公園にいるわけではありませんが、アイスクリームのトラックの音が今聞こえました。レストランも開いていたりするそうですが、でもやっぱりウイルスが怖いと言ってガクンとお客様が減ったりしていて、改めてこれではビジネスにつながらないと、またレストランを閉じてしまって、To go、並んで買ってお家に持って帰るだけは、どうぞ来てくださいということで、 To go のオーダーだけを取るレストランもまだまだあるようです。私が大好きだった、ずっとアメリカに来てからもう二十何年間大好きで通っていた TJ Maxx というディスカウントストアがありますが、 TJ Maxx でも母の日の前日あたりからアメリカ各地の TJ Maxx が開いて、もうお祭り、ディズニーランドの行列に行くのではないか、映画、また新しい iPhone を買いたいと言って、毎年毎回行列ができますよね、ストアに、 Apple ストアに、それの行列かなと思うぐらいの行列が、たかが TJ Maxx ディスカウントストアに見られていたり、またマスクをする文化がなかったアメリカも、このコロナウイルスのパンデミックでマスクを普通にしている人たちがストアなどで多く見られ、一般に大きなスーパーマーケット、ストアなどはマスクを着用しないと入れませんという決まりになったりしているので、どこに行ってもマスクをしている人々をたくさん見かける。今マスクをしている人も少なかった TJ Maxx、 そんな写真も、そんなニュースも、昨日か今日見たばかりでした。
とりあえず私は元気で何事もなかったかのように静かにいつもひっそりと我が家で、愛する愛犬と過ごしています。家族も1週間に1度ぐらいのペースで私のお家に来てくれて、お庭の仕事を手伝ってくれたり、お料理をしてくれたり、一緒にいろんな雑談をしているというような数ヶ月を過ごしました。皆さんはどうですか？ヨーロッパの、友、アメリカの各地に住む友などに情報を聞く、また日本に住む 友などに情報を聞くことに、聞く限りでは少しずつ違っていますが、それぞれみんながその場所で元気で普通に生活しているようです。実際にコロナウイルスにかかった知り合い、かかった家族いるかいないかということですが、ジョージアで、ついに死者は出ていませんが、私の友人の親戚も含めて、親しい中にある3人が、ほとんどがみんな70歳を超えています。70代80代、でも3人がコロナウイルスにかかって入院して退院したというお話を聞きました。また悲しいことに、これもいろいろ陰謀説のグループの人々の中で話されていることですが、死因がコロナではないのに、死亡証明書にコロナウイルスと書かれているという、この偽りもたくさんの影のニュースで流されていましたが、それはどうやら事実なようで、私も知っている知り合いの2人が死んでしまった後に死亡診断書にコロナウイルスが原因と書かれたそうです。そのようなことも私も実際に聞いているので、いろんな偽り、いろいろな真実ではない情報も確かに飛び交っているようです。コロナウイルスのパンデミック、人々を恐怖に陥れる、人々を不安の中に陥れ、またお家に閉じ込めている間に、私たちがお家に閉じ込められている間に、いろんなことが世界中で計画されている、いろいろな企みが、私たちが何も知らないお家にひっそりと映画を見ている、ビデオを見ている間に行われている、これらのお話もちらほらと皆さんも聞いているかなと思いますが、ここではあまりこのビデオも陰謀説のビデオには今回はしたくないのでお話はしませんが、コロナウイルス、このパンデミックウイルスは実はカバーアップ、単なるカバーアップで、もっともっとこのウイルスよりも大変な計画が、地球規模の大きな計画が、私たち人類どの国に住んでいても全ての人々が影響を受ける、全ての人々のタイムラインが変わってしまうような計画があるというお話が裏のニュースでたくさん騒がれています。次回またじっくりと時間があったら、そのようなお話も掘り下げてみんなでお話ししていこうかなと思っていますが、今回は、緊急報告ということで、元気にパンデミックも、解除され、そして少しずつ自由になって、何事もなかったように人々が、暖かい日差しの中、外お散歩している姿も見られ、お買い物している姿も、ピクニックしている姿も見られる、ここジョージア州、またアメリカのお話を皆様にシェアさせていただきました。そしてみんな今、まだまだ私は今こうやって笑顔でお話しすることができますが、たくさんのファミリーたちが、人々が仕事を失ってしまった、明日の生活が危ぶまれている。これから一体どうなってしまうんだろう。これからちゃんと家族を養っていくことができるのだろうか。これから借金を払っていくことができるのだろうか。
これから食べて生活、普通に生活していくことができるのだろうかという不安と悲しみの中にある人々がたくさん今おられます。そんな人々、もしあなたがその一人に今入っているのであれば、不安の中、恐れの中、悲しみの中にいるのであれば、このメッセージを、後半のメッセージをぜひハートに受け止めていただきたいなと思います。今あなたは確実にアセンションに向かっています。あなたのソウル、あなたのアイアムセルフはあなたをアセンションのタイムラインにしっかりと沿わせ、あなたを導いてくれています。アセンションは確実に確実に起こります。起こっています。ニューアース、 5D アース、新地球はもう今存在しています。そしてその 5D アース、ニューアースに一足先に移行していったあなたの愛する者たちがいます。もう一人の側面であるあなた自身も、もうすでに 5D アース、新地球に存在しています。そして地球に、三次元の地球にまだ側面を残して、意識を残しているあなた、あなたをしっかりと、あなたが意識を沿わせ、そのタイムラインにぴったりと合わせるのを笑顔で見守ってくれています。アセンションは、あなたのアセンションは誰にも阻止することができません。キャンセルすることも、気持ちを変えることもできません。逆戻りすることもありません。アセンションは約束されています。何も恐れることはありません。あなたにとって 5D ニューアースにたどり着くまで 100% どっぷりと意識を、今の意識をたどり着かせるまで、あなたに必要なものは、必要なサポートは、必要なヘルプは、すべてあなたは受け取ることができます。食べ物に困ることも、衣食住に困ることもありません。もうしっかりとあなたは今の意識を持って、あなたのアバターを持ってアセンションすることが約束されています。アセンション後、 5D アース、あなたが 5D アース、地球に残ることを、残ることを仮定として、 5D アース、新しいアセンション後の地球、地球にはもう悲しみも痛みも苦しみもありません。愛と感謝と平安に満ちている領域です。好きなだけそこに居とどまることがあなたの選択によってできるのです。そこには別れも存在していません。恐怖、絶望、怒り、憎しみも存在していません。それらの感情はこの3次元の、4次元と3次元の領域に私たちはすべて残して
移行していきます。3次元の領域にはそれらの感情がこれからも残っているでしょう。3次元の地球はこれからも存在していくでしょう。でもそこにあなたが意識を合わせる必要は全くないのです。あなたが望むのであれば、あなたはもう3次元のデュアリティのある領域、この地球に戻ってくることもなければ、意識を合わせることも経験することもないのです。ただ存在しているという認識は残ると思います。存在していることによって、でも悲しんだり残念に思ったり後悔したり苦しい思いをする必要は全くないし、もうそれらの感情はあなたはニューアースには持っていかないのです。そのために今リリースが起こっているそうです。一日のうち、また毎日毎日日が過ぎていく中で、ローラーコースターに乗ったような気分の浮き沈み、今日目覚めた時にはとてもポジティブな感謝に包まれる気分でいたのに、午後になったら急にまた悲しみが襲ってきた、不安が襲ってきた、怒りに包まれた、嫉妬心がハートに芽生えてきた、心に芽生えてきた。ハートには嫉妬心も怒りもありません。マインドです。そんな時がこれからも今までも多々あったと思います。あると思います。まだ少しの間はあると思います。ローラーコースターのように感情がコロコロと変わっていく、何かが浮かんできた、それが自分が経験したくない感情であるときは、それをしっかりと受け止めて、ただしっかりと味わって、静かにジャッジすることなく、それを自分の癒されていく、解き放たれていく感情だと思って、ただ委ねてください。そうすることによって、雲が青空に流れていきますよね。真っ白い雲、時には雨雲、灰色の雲かもしれません。青空に雲が流れていく。しばらくするとすべて雲は消えて、さんさんと輝く太陽の光だけが真っ青な青空に浮かんでいる。それと同じで、あなたの魂のレベルも、あなたのマインドの中、意識の中でも、ずっと溜め込んでいた古いもの、必要ではないものが癒されて、光が照らされて浮かんでくる、感情に浮かんでくる。そしてしっかりとそれに光を当てることによって、認めてあげることによって、スーッとまたそれがリリースされていくんです。変換されていくんです。それらがヒーリングです。あなたのアイアムセルフがあなたをヒーリングしてくれています。たくさんのギャラクティックファミリーたち、ガーディアンエンジェルたちが
ドスピリットたちがあなたをヒーリングしてくれている真っ最中です。あなた自身があなたを、あなたの魂を癒しているのです。アセンションのタイムラインしっかりと乗った、乗せられたあなたはもう何も恐れることはありません。悲しむこともありません。すべての涙をこの3次元と4次元の領域で流し切って、すべてをリリースして、すべてを受け入れて、闇の部分も光の部分も喜びも涙も期待も絶望も諦めも後悔もどんな感情もすべて受け入れて、認めて、愛して、そしてリリースしていきましょう。今あなたにできること、あなたがするべきことは一つだけです。もう惑わされない、どんな情報にも惑わされない。あなたがしっかりと自分で決めればいいだけです。私はアセンション、アセンションします。私はアセンションのタイムラインにぴったりと沿っています。いろんなことがこれからもこの領域では、地球では生まれ変わって、私と一緒に生まれ変わっているマザーアースでは見られると思います。たくさんの涙が、流されてきた涙が今浄化されています。すべてのソウルたち、恐れの中、恐怖の中、悲しみの中にあったソウルたち、すべてのソウルたちと一緒に私も浄化され、癒されています。そして愛と喜びと感謝と平安だけがある、愛だけがある 5D アースに、私はみんなと一緒に、愛する者たちと一緒に